観客を魅了するナンバーアンダーライン愛の新たな挑戦バックダンサーとの新しい試みバックダンサーとの一体感ナンバーアンダーライン愛のプロフェッショナルな演出の秘密ナンバーアンダーライン愛の最新パフォーマンスは多くの観客を魅了しました平野翔さんの心身としたお辞儀から始まるこのパフォーマンスは彼の謙虚さとプロフェッショナリズムを象徴しているように感じられます 彼のサングラスを外す瞬間は特に印象的で、観客の心を掴んで離さない瞬間でした。私自身も、彼の深いお辞儀からの満面の笑みでのピースサイン、そしてそれを囲むメンバーやバックダンサーたちの笑顔に胸が熱くなりました。チームという言葉がぴったりの一体感がそこにはありました。今回のパフォーマンスでは、特にバックダンサーたちとの協力が新鮮でした。もともとゴートや、 ボンは三人体制でのダンスが中心でしたがバックダンサーを加えることで新しい試みが行われましたナンバーアンダーラインアイは常に新しい挑戦を続け次回のパフォーマンスに向けて進化を続けています円形や三角形の隊列ダンサーたちの入りはけなど細かいところまで計算されたパフォーマンスはプロダンサーの言葉を借りると力強さとカッコよさがさらに引き立っています 次回のボンはどのようなものになるのか楽しみでなりません。賞賛のラップやダンスパフォーマンスは過去最高と言われており、彼のサングラスを投げるシーンも非常にかっこよかったです。ダンサーと踊るにはステージが少し狭そうでしたが、それでもボンダンサーズバージョンは最高にかっこよかったです。夏に向けて様々なステージに出ることが予想され、フェスティバルでのパフォーマンスにも期待が高まります。煽る通り、 ダンサーたちとの一体感が増しライブごとにさらに素敵になっていくでしょうサングラスがヴィンテージもので高価だという話も興味深いですしジンくんのタッチザスイや翔くんのアップシーンも非常にかっこよかったです確かにカメラワークに課題があることは否めませんがそれでも彼らのパフォーマンスは一見の価値があります岸くんのノータックスも非常に印象的で毎回楽しみにしているパフォーマンスの一つです 私は、三人の素晴らしいパフォーマンスをテレビで見られるだけで、とても嬉しく幸せです。バックダンサーをつけることは、フェスに向けた準備の一環かもしれません。テレビやミュージックビデオでは三人だけでも十分ですが、大きなステージになるとパーソナルスペースが広くなるため、ダンサーを加えることでバランスが取れるのだと思います。今回のパフォーマンスでは、特にプロフェッショナルなコントラストが感じられ、 この踊りが役割を果たすことで足し算ではなく掛け算のような効果を生み出していましたただ最初の尊虚尊虚やひざまず座膝のシーンでダンサーのオレンジベルトが揺れていたことが少し気になりましたがそれを除けば非常にかっこよかったです全体として今回のダンサーとのコラボは非常に見やすくナンバーアンダーラインアイが小さく見えないように工夫されていました最後の全員の笑顔が プロフェッショナルな一体感をさらに強調していました。個々の意見や見方があることは当然であり、それぞれのパフォーマンスが試行錯誤の結果であることを理解しています。私は、岸く君、翔くん、君、くん君の3人のパフォーマンスを見るだけで非常に満足しています。ダンサーをつけることでフェスティバル向けのパフォーマンスになることもありますが、個人的には3人だけのパフォーマンスも見たいと思っています。 大勢のバージョンは迫力がありますが3人バージョンの繊細なパフォーマンスも非常に魅力的ですステージの大きさやイベントの規模に応じて3人バージョンと大勢バージョンを使い分けることが理想的ですファンとしては3人だけのパフォーマンスも見たいですしバックダンサーと一体となった迫力のあるパフォーマンスも楽しみたいと思っていますナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは毎回進化しており 次回のパフォーマンスがどのように変わるのか非常に楽しみです。これからも彼らの挑戦と進化を見守りながら応援していきたいと思います。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスには一貫して革新と挑戦が見られます。特に賞賛の存在感は舞台上での圧倒的なカリスマ性とともに観客の心に強く響きます。彼のパフォーマンスは単なるエンターテインメントを超えて 一つの芸術作品ととして受け止められることが多いですダンサーたちとのコラボレーションも彼らのパフォーマンスをさらに引き立てる重要な要素となっていますまた翔さん岸君神君の3人のケミストリーは特筆すべきものでありそれぞれの個性が絶妙に交わり合って独特のハーモニーを生み出しています3人の振り付けやパフォーマンスはそれぞれの強みを最大限に引き出しつつ 全体としての一体感を保つように設計されていますこのバランスの取り方が彼らのパフォーマンスを一層魅力的にしていますナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスが持つもう一つの魅力はそのダイナミックな構成と緻密な計算に基づいた動きですステージ上での彼らの配置や動きは観客に対して常に新しい視覚的な体験を提供します円形や三角形の対列 バックダンサーたちの動きのタイミングそしてそれぞれのダンサーとの距離感など細部にまでこだわった演出が光りますこれらの要素は観客に対して一瞬たりとも目を離せない緊張感を提供しパフォーマンスのクオリティを一段と高めていますさらにナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは常に進化しています彼らは過去のパフォーマンスに満足することなく常に新しい挑戦を求めています この姿勢は、観客に対して新しい驚きと興奮を提供し続けるためのものです。彼らの進化は、一回一回のパフォーマンスに反映され、次回のパフォーマンスへの期待を高めます。このようなプロフェッショナリズムと向上心は、彼らがトップアーティストとしての地位を維持し続けるための原動力となっています。観客としての私たちも、彼らのパフォーマンスに対して様々な期待を抱いています。 特に、賞賛のラップやダンスパフォーマンスは、毎回新しい発見と感動をもたらしてくれます。彼のサングラスを投げるシーンや深いお辞儀からの笑顔など、細部にまでこだわった演出は、一つ一つが記憶に残るものです。また、岸くんのノータックスのパフォーマンスも非常に印象的で、毎回楽しみにしています。このように、ナンバーアンダーライン・アイのパフォーマンスは、単なるエンターテインメントを超えて、 観客とのの深い絆を築くものです。彼らのパフォーマンスを通じて、観客は新しい視点や感動を得ることができます。彼らの挑戦と進化を見守りながら、私たちもまた、新しい発見と驚きを楽しむことができるのです。次回のパフォーマンスでは、さらにどのような新しい試みが見られるのか、非常に楽しみです。 ナンバーアンダーラインアイは常に観客の期待を超えるパフォーマンスを提供し続けておりその姿勢は彼らのファンにとって大きな魅力となっています彼らのパフォーマンスがどのように進化していくのかこれからも目が離せませんそして私たち観客もまた彼らの挑戦を応援し続けることで新しい感動と発見を共有していきたいと思いますこれからの季節 夏のフェスティバルやライブイベントでのナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、さらに多くの観客を魅了することでしょう。彼らの音楽とダンスは、暑い夏の日にぴったりのエネルギーを持っています。特に、バックダンサーたちとの協力がさらに進化し、新しいスタイルや演出が加わることで、観客に対してさらなる驚きと感動を提供することでしょう。個人的には、 3人だけのパフォーマンスも非常に魅力的ですが、ダンサーたちとの一体感やコラボレーションも見逃せません。それぞれのパフォーマンスが持つ独特の魅力を楽しみながら、彼らの進化を見守っていきたいと思います。どのような形であれ、ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは常に私たちの期待を超えてくれるものです。彼らの挑戦と進化を通じて、私たちもまた、新しい視点や感動を得ることができるのです。